どうすればいけるかなと思った時に、まあ、黒沢さんの昔やラショ将門」という映画も藪 <laughs> の中というか証言者が変わるとミステリーが増えていくというかその手法を、まあ、ある時一子の舞台を見た人が「これ裸モ門だね」って言ってくれたことがきっかけであそういう構成証言構成まあ戯曲もそうなんで証言構成を複雑化していけば一子ってずっと追っかけられてるけど何が本当で何が本当じゃなくてっていうことをやれるんじゃないかなと思うようになって。 であ映像化できるかもしれないと思っていったのがそこのポイントなんですけどなのでそういう章立てにして誰の証言エピソードその誰から見た彼女っていう撮り方をしたのでドキュメントっぽい撮り方というか、うん、ハンディで追っかけるっていうふうにしたりあの客観的に入ってツーショットというかそのお客さんがその状況を眺めるようなカメラワークは入れないように構成したりとかそう,いうそういう意味合いで構成を映像化していって。 みたいな感じですね第三者が見たものしか映さないっていうのは台本上で徹底してやったというかそれぞれの主観から見た彼女なんで多少デフォルメがあったりとか本当のことか分からないというか僕らが生きているこの日本のこの現代ということに密接にこうなんていうんですかねリアリティを感じてもらうために結構日本の本の どういう事件があったかとかどういう社会問題があったかとかどういうブームがあったかとかをとまず書き出してで87年生まれ設定の一子は当時じゃあ6歳かとか10歳かとかになった時にどういうその日本の中でどういう影響を受けて生きてきたんだろうっていうことをつなげることで実際のお客さんたちはその時代生きてるわけなんで自分の近くにいるように感じていくというか自分と同じような経験をしてきてる子なんだなっていうのを感じていけるというか。 まあ、そういうことも狙いとしてあってあのすごく土地,感土地柄っていうこともそうですけどそういう時代背景ということもなんかこだわりましたねでやっぱりそのフィクションですけどノンフィクションのように届けていきたい作品だと思ってたのでそのためですかね一番は、まあ、ネイティブにこだわってるのもあったんで、うん、関西弁キャスト 関西出身キャスストトのリストをまず作ったんですよね、うん、まあそこにもちろん入らないんですけどそこでなんかこう絶対この人にがいいっていう人が見つからなくて、うん、でおちょえんやられてたんですよ。うん、で関西弁が完璧で方言指導の方に聞くとすごく耳がいいというか、うん、朝ドラ史上一番いいみたいなとこまで聞いて、うん、あじゃあ関西弁全然余裕なんだなって思って。うん っっていうのを思った時に杉崎さんがや,やっぱ一番役のイメージというか一句をやってもらった時にきっと面白くなるだろうなっていうのにイメージがいって手紙を書こうっていうやっぱ杉崎さんのイメージとか今までやってきた作品も全部じゃないですけど結構見てきてはいて、うん、やっぱり花もありますし芝居はもちろんうまいっていうのもありますけどす、ね、なんか「楽園」っていう作品と「と青くて痛くてもろい」だったかな、うん、を見とかを見た時にやっぱり。 時折まあ、楽園なんて特にそうでしたけど時折つかめない目の表情というか、うん、強烈なエネルギーが滲んでるような目の表情だったりとか、うん、みたいなことがあってでもふ普段はか可愛らしくて「用、うん、といいんだと陽のような役もよくやられてるのに、うん、こ,んこんな顔するんだなっていうのは結構僕の中でイメージが変わった時もあって。っていいいうう役自体がいろんなそういう 表情というか顔を出していかなきゃいけないっていうかでもそこに強烈なエネルギーを持っている人じゃないといけないと思っててそれがぴったりだなという印象を受けたというかファーストシーンはあのクラ君とのシーンだったんですよ杉崎さんのクランクインは団地前の待ち合わせしてて「スケの家でいいやん」みたいなあのシーンはワンシーンワンカットで撮ってるんですけど。 あ怖いいなと思いましたねだからやっぱりそのなんかあの表情とあのトーンででの第一印象ですかねあなんか杉崎さんっぽくないなっていうのがまず一歩目にあったしだからそれはやっぱとてもいいことやなと思ってて衣装合わせの時にも自分でスピンでやりたいっていう感じのことは本人からもおっしゃってくれたんで、まあ、画面に映ってる杉崎さんの顔もやっぱり生っぽいというかその辺がなんか。 強烈にやっぱり移ってくるなというかそれは思いましたね特にあの時代は一番辛かった時期なんで結構まあ脱力というかなんて言うんでしょうねうん、表情が重たいですよねずっと全然違うなと思います時期によって変化してい っているので現時点の僕と一子を撮った時の僕と原作回いた時の僕は多分もう考え方が全然違うんですけど、うん、やっぱその度にそのやっぱ自分の中では演劇と映画っていうのがあの交互に行き来してるようなとこがあってそこから得るものが多いかもしれないですね。 これを多分書いてた時は演劇はやっぱ言葉と体だという意識を持って戯曲は書いてたのでモノログがすごくたくさんありますし肉体っていうものをどう見せるかっていうことは結構考えた戯曲を作ってるんですけど映画の場合はやっぱ何を映すかっていうところに変えなきゃいけないというかまあ言葉というものはどちらかというとあんまり必要ではなくなってくるというかまあ体という意味では一緒かもしれないですけど体も制限できちゃうので映すっぽいこととかも。 といううい意味で言うとこれだったらできるのに映画だったらできないなっていうできるできないというよりは生生きるきるなないいいいってう考えのが多いかもしれないですね普段 <music> 最後までやるっていうことは簡単なので難しいみたいでやりきるっていうのをまずやらないと何にも進まないなというのは、まあ、自分の経験としてずっと思って。 できていて、まあ台本書くなら最後までとりあえず書き切るっていうことまで一回やらないといけないとは思ってて、途中でうん違うなとか面白くないなとかなってやめちゃうとかっていうのを繰り返していると多分たどり着かないなと思ってて、そこで反省点だったりまあ、発見ももちろんたくさん出てくると思うんですよね。でもあとはでもやっぱ本当にあれなどのスタッフキャストに対して敬意を持つっていうことが一番大事だとは思ってますね。それはもうテクニックじゃないと思うんですけど。 脳みそが10個でも20個でも50個でも集まるはずなのにその脳みそを生かさないっていうことにも多分つながってくると思うんですよね。<laughs> 労働者にしてしまったら多分終わりで一緒にクリエイティブしてるっていうものを作るためにはやっぱり、まあ、敬意というかリスペクトを持たないと駄めですし人間なんで気持ち的に乗っかる乗っからないっていうのはそういうとこから生まれてるとも思,思ってて。 そういう意味で言うとそのそこはスキルじゃないですけど、うん、持ってた方がいいというか何て言うんでしょうそういう人間のがいいとは思うというか。